よく来てくれた、モモン君。アインザクさん、冒険者組合の長あなた直々に依頼があると受付で聞いたのですが。ああ、その件なのだが、立って話すのもなんだ。さあ、モモン君、ここに座ってくれたまえ。さあさあ、遠慮せず、モモン殿、神座へ。ラケシルさん、冒険者組合長と魔術師組合長のお二人を前に、神座など。構わんともさ。さあさあ、遠慮しないで。モモン君、何か飲み物はいるかね？ああ、それは結構。請け負ったゴブリンや王が、それにトロールの群れの討伐に赴かなくてはなりませんので。そうかね。ああ、そういうことか。いわゆる面倒ごとだな。どうぞお話をお聞かせください。場合によってはそちらを優先させましょう。それは心苦しいが。いえ、お気になさらず。そうか。なら、実は北に広がる東部の大森林の中に特殊な薬草が生える場所がある。非常に効能高く、どんな病も癒せると言われるものだ。ほうほう、どんな病もか。それはそれは。それを持ち帰ってきてほしいんだ。なぜそれが必要かは聞かないでくれるとありがたい。守秘義務ですね。なるほど、了解しました。早急に手に入れましょう。だが非常に困難な依頼だ。じっくりと腰を据えて行ってくれても構わない。準備に多少時間がかかっても仕方がないからね。それほど時間がかかる仕事だとは思えませんね。どこに生えているか捜索せねばならないとすると、多少苦労するとは思われますが。いや、薬草の生息地はすでに判明しているのだが。ならばモモン君の強さは十分に承知している。しかしこれは非常に危険な仕事なんだ。かつてこの仕事をこなしたのは30年前。今は引退してしまったアダマンタイト級冒険者チームのみ。それも同時にミスリル級冒険者チームを2つ同行させてやっとというレベルの仕事なんだ。もしモモン殿に何かあったら、昨今類を見ない大英雄を失ったら、それは人類の大きな損失になってしまう。十分に注意を払ってもらいたい。なるほど、確かにな。未知の多い世界で油断は致命的な何かをもたらす可能性がある。シャルティアを支配した謎のワールドアイテム保有者の正体もわからない。ただ、それほど危険と思われている仕事をこなせば、この仮の姿、モモンの知名度はより一層高まるだろう。だからこそ、ここは傲慢な態度で請け負うべき。問題はない。そういうことです。モモン君、アインザック組合長、この程度たやすくこなせます。しかしモモン君、これはアダマンタイト級冒険者が。アダマンタイト級の冒険者もピンキーだとは思われませんか？はっ、確かにその通りだ。ラケシル、認めるべきだろアインザック。あの戦場跡を思い出すべきだ。あれほどの戦いに勝利するこの方の力は我々の想像を超える。モモン殿、あなたには自信の根拠があるんだろう。私が騎乗している魔獣を思い出してもらえますか？森の剣王。なるほど、東部の大森林内で伝説とまで言われていた魔獣であれば、森の党派もたやすい。そうでなければさすがに私もここまで語ることはできませんよ。まあ本当の切り札は他にあるけどね。よし、ではモモン君が引き受けた仕事は誰かに回すよう手配し。その必要はありません。は？いや、しかし今受けている仕事はナーベに任せ、私が薬草の方に回りましょう。本気かね？もちろん。君は信じられない。一月にもならない程度の付き合いではあるが、君は決して根拠も自信もないことを言う人間ではないと知っている。それでも、いや、アダマンタイト級の冒険者の中でもやはり君は桁が違う。そしてミスリル級の仕事を任せられるナーベ城も。なるほど、モモン殿はまだ何か切り札を隠し持っているということか。そんな君でなければ相手にできないヴァンパイアか。噂を聞いたらこの都市から離れるつもりですが、それまでに早急にいくつも仕事を片付けさせてもらいますよ。では薬草の件、詳しい話をお聞きしましょうか。なあラケシル、彼には一体あと何度驚かされるのだろうな。そうだな。まあ私は第8位階の魔法を封じた水晶を見せられた段階で一生分驚かされたつもりだったんだが、もしかすると来世の分まで驚かされているのかもしれないな。来世は無表情な人間になったりしてな。あの時のラケシルはひどかったな。それを言わないでくれよアインザック。それでラケシル、例の件は問題ないだろう。この前聞いたモモン殿を歓迎する宴のことか。そうだ、琥珀の蜂蜜と天空の満月亭、そして紫の飛躍館の上位3人。できれば外見や雰囲気が重ならないことを重視して予約を入れるつもりなんてな。記憶が正しければそれらは高級召喚の名だな。なんだアインザック、世間の真似事か。こちらだって好きでしたいわけではない。だが君だってわかるだろう、彼の価値が。彼はヴァンパイアを追ってここに来た。あと残り1体を求めて遠からずこの町を去ってしまうだろう。しかしそんなもったいないことを黙って見過ごせるはずがない。王国に3つしかないアダマンタイト級パーティー、その中でも随一かもしれない人物だぞ。なんとか彼がこの町に戻ってきたいと思うくさびを打ち込みたいんだ。女一人で打ち込めるか。9人でも10人でも構わないがね。それに彼女たちには数日前から普段とは逆の薬を飲んでもらう。普段と逆の薬、まさか女に子供を産ませるつもりか。ああ、彼をつなぎ止めるためならそこまでするさ。仮にモモン君が子供を捨てたとしても、ほんの少しでもモモン君の才能をその子供が受け継いでくれていれば万々歳だ。複雑な気分だが、彼という存在の魅力は太陽の輝きのようなものだからな。致し方あるまい。それにしても彼は本当に何者なんだ。それは私も聞きたい。まず冒険者家業にはあまり詳しくなさそうだったという報告が組合の受付嬢たちからあった以上、どこかの国に仕えている冒険者という線は消える。そうなると一国の切り札ともなりうる。あれほどの人物を派遣する国があるとは思えないから、ヴァンパイアを追っているのは支援かな。だとするとヴァンパイアに滅ぼされた国の王族とか。なるほど、強大な魔力を持つアイテムは王家の秘宝とかか。そうだな。そしてナーベ城は貴族、もしかすると王族の血を引いている。王族か。確かに特別な血統を維持している王族は実際にあるからな。たとえ王族でなくてもそれに近い血族の出身という線か。モモン君が国対国の話にしたくはないというのはそのあたり。なるほど、矛盾はないし、そのあたりが妥当な線か。だとするとどうする。この裏を取るべく行動すべきか。いや、友好的な態度を示してくれる彼に不快感を与える行為は当然避けるべきだ。これは2人だけの話にしておこう。モモン君が本当に王族だったら後継争いの面倒事が起こらないよう、子供を残さないようにするんじゃないのかな。そうするとあの美しいナーベ城が彼に付き従う理由は別の意味も含むのだろうな。そっち系の監視、もしくは奉仕も行うのか。フィーレアとリージーもそろそろこのカルネ村に来ておかしくない頃だな。それにしてもゴーレムは疲れないから土木工事にはもってこいだ。順調に壁の工事が進んでいるようだな。確かに頑丈そうな壁でござる。ところで殿、何か落としましたでござるよ。気にするな。その木彫りの人形自体には何の価値もない。私たちはこれでテレポーテーションしたという言い訳のためのアイテムだ。テレポーテーション、言い訳。よくわからないでござるが、わかったでござるよ。それで殿、このままそれがしの背に乗って森の中を目的地まで向かわれるのでござるか。そうなるな、ハムスケ。ここに来たようにテレポーテーションを使って一気に向かいたいのは山々だが、見たことのない場所には残念ながら転移はできない。誰かを送り込んで、そこを遠見の鏡、ミラーオブリモートビューイングを使って目にして転移するという方法もないわけではないが、まあお前を頼るとしよう。おお、殿、このハムスケにお任せくださいでござる。ただそれがしもかつての縄張りであれば問題なく案内できるでござるが、そこから先はちょっとだけ不安でござる。ああ、分かっている。たとえ地図があるといってもかなり昔のものだし、これを頼りに向かうのは不安があるな。そうでござるか。だが大丈夫だ。完璧な道案内を呼び出している。もしかするとこの前あったダークエルフの方でござるか。ああ、マーレか。いや、惜しいが違う。あれの姉にアウラというのがいるんだ。彼女の力を借りる。おお、なるほどでござるよ。あのお方ならば大丈夫でござるな。ん？アウラに会ったことがあったか。一応ナーベラル殿に守護者なる方々に面を通させてもらったでござるよ。来たか。さてハムスケ、進め、アウラのもとへ。森へ向かうでござるな。了解でござるよ。ご苦労、アウラ。で、周囲にこちらの様子をうかがう者はナザリック以外の者ではおりません。そうか、今回のおとり作戦も失敗か。デミウルゴスを呼び戻してまで備えさせていたが仕方がない。ではアウラ、この地図を見よ。私をこの場所まで案内することは可能か。ああ、ここがここだからん？はい、大丈夫です。大体わかります。ならば案内を頼もう。はい。それでアインズ様、ここには一体何をされに行かれるので？ああ、実は薬草を探しに行くんだ。冒険者組合の依頼でな。薬草ですか。あの辺りって私の記憶では木々が完全に枯れきった場所でして、薬草なんて見た覚えがないんですよ。もちろん私が見落としている可能性は十分ありますけど。そうか。まあいずれにせよ行って調べてみなくてはな。アウラも知らないか。少し不安だが仕方ない。ただ厄介事になるかもしれないな。でも薬草は枯れてしまっている可能性もありますし、特定の時期しか取れないという線も十分に考えられますよね。何でしたっけ？紅茶でもそんな種類があるってシャルティアから聞いた記憶があります。そうだな。もしそうだとしたらウフィーレアの協力でも仰ぐとしようか。おそらく様々な助言をもらえるだろう。ウフィーレアですか？ナザリックにそんなものがいましたっけ？いや、人間だ。え？人間ごときがアインズ様に助言を？ああ、なかなか面白いやつでな。なるほど、そんな人間がいるんですか。今後、場合によっては役に立つだろう能力を持つ少年だ。変にちょっかいを出したりするなよ。そんなことは決してしません。よろしい。ではとりあえず案内を頼もう。私はハムスケの背に乗るが、アウラはどうする？お前の魔獣でも呼び出すか？いえ、アインズ様がよろしければ、一緒に乗せてくれませんか？ハムスケ的にはどうだ？アウラ殿が実はすごく重いとかでなければお二方を乗せても問題ないでござるよ。そうか、なら決まりだな。さあ、アウラ、手を。はい。アインズ様に手じゃあ私が前ですね。なんだか微妙に窮屈ですけど大丈夫ですか？問題ない。それで目的地にはどれくらいの時間がかかる？そうですね、まっすぐに進んで何とも遭遇しないなら1日ぐらいでしょうか。1日か。ナーベラルの方にも戦闘メイドのエントマとユリ、シズを送り込んでいるし別に問題はないはずだが、できれば今日夕方には到着したいものだ。殿には申し訳ないでござるがちょっと厳しいでござるよ。この前森に向かって走った時ぐらいの短い距離で一直線に進めるのであれば問題はないのでござるが、森の中でござると。でしたら私のスキルで能力を上昇させたらどうでしょう。スタミナ系を上昇させればいいんじゃないでしょうか。確かにな。本来であれば私が鎧を解除して魔法を使えばよいのだが、シャルティアにワールドアイテムを使った者たちが我々を監視している可能性は低いと思うが、一応警戒するべきか。鎧を解除し骸骨の顔を晒すのは避けた方がいい。ここにいるのはあくまで漆黒の戦士モモだが面倒でな。アウラ頼んだぞ。はい、お任せください。よし、では行くかハムスケ。はいでござるよ。ご苦労ハムスケ、今日はこれぐらいにしておこう。申し訳ないでござるよ殿。アウラ殿に能力を上昇させてもらったにもかかわらず。いや気にすることはない。草木をかいくぐって進めばもっと早かっただろう。それをさせなかったのは私が命じたからだ。ならば責任の所在は私にあるだろう。殿、なんとお優しいお言葉。それが感動で胸が。それじゃあアインズ様どういたしますか？ここにマーカーを置いて一旦ナザリックまでお帰りになられますか？いやそれはよしておこう。ここで一泊するのも悪くない。それでアウラ、周辺の警戒に引っかかるものは？おりませんアインズ様。周囲を守らせている魔獣たちは弱いモンスター程度としか遭遇しておりません。そうか。シャルティアにワールドアイテムを使った相手の気配はなしか。殿、周囲に護衛の方がいらっしゃるのでござるか？いるよ、全部で12匹。森に入ってからずっと周囲を取り囲むようについてきていたんだけど気がついてなかった？なんと！そうだったのでござるか。でも仕方ないでござるな。殿たち守護者の方々が桁外れの御神ということは重々承知していたこと。その方に仕える方であればそれがしの感知力では捉えられないのも道理でござる。そうだね、私のペットの中でもそっち系に優れたのを選んできたから、あなたじゃちょっと無理だよね。だから気にしない気にしない。それじゃあアインズ様、野営ということでよろしいんですか？そうだな。アウラ、この辺りで多少は開けた場所はあるか。襲撃を一応は警戒すべきだろうからな。ちょっとお待ちください。あちらです。直線距離で227メートル地点。あれ、もしかしてそれって地図に。アインズ様、多分ここですね。どれ？この一群は確か冒険者組合でさりげなく苦労しつつ聞いた野営に最適だったな。アウラよ、モンスターもしくは知的生物のいた気配はあったか？いえ、ありません。そういった気配は一切なかったです。それに人工的な建築物なども一切なさそうでした。ならば行ってみるか。ハムスケ、もう少し頼むぞ。かしこまりましたでござるよ殿。ハムスケ、止まれ。はいでござるよ殿。これは綺麗に開けすぎている気がするな。人工的に作られたものか、それとも自然にこうなることもあるのかアウラ。そこまではわからないですが知的生物がいないのは事実ですアインズ様。まあよい。ではこの広場の外れに野営の準備をさせてもらうとしよう。アウラ、魔獣はできる限り近寄らせないようにしてくれ。もしこの辺りで生活をしている者がいた場合、敵対反応を取られたくない。かしこまりました。殿、テントなどはないようでござるが、どうされるのでござるか？そうだな。できる限りこの辺りの生活者に迷惑をかけないよう、コテージ辺りが妥当かな。おっ、殿の手が消えたでござるよ。おっ、また殿の手が現れたでござるよ。おっ、手のそれは何でござるか、殿。いちいち反応が大げさだな。大きくなったでござるな。グリーンシークレットハウス、拠点作成系のアイテムの一つだな。すごいですね。さあアウラ、先に入るといい。よろしいんですか？ありがとうございます、アイズ様。どうしたハムスケ、お前は入らないのか？殿、それがしも入ってよいのでござるか？無論だ。これは魔法で作ったもの。中は外見から想像もできないほど広いぞ。ほら、聞こえてくるだろう。うわー、広い。さすがアイズ様。早くハムスケも入ってきなよ。それではご一緒させてもらうでござるよ。おお、それがしの体に合わせて入り口の大きさまで変わるでござるな。とりあえずハムスケはこの広間で寝るといい。あ、ござるよ、殿。アインズ様、お部屋はどれも同じなんですね。まあそうだな。でアウラ、食事はどうする？私は知っての通り食べないが。ああ、私も食べないで大丈夫ですよ。食事、睡眠不要、リング・オブ・サステナンスを装備してますので。そうか。そろそろハムスケにもいろいろとアイテムを装備させて強化させるべきだな。ん？なんでござるか、殿。私の騎乗魔獣なのだから、狙われた時に備えて武装を整えておくべきだと言ったのだ。そうですよね。やっぱり鎧とか肉体能力上昇系のアイテム、精神系対策、移動阻害対策、時間攻撃対策、あとは何が。アインズ様、何者かがこちらに向かって歩いてくるみたいです。どこから現れた？テレポーテーションか？わかりません。でも突然です。もしハイドしていたとすると、私の能力でも発見できないほどの高レベルのものかと思います。ほう、もしかするとシャルティアを支配したやつか。もしそうだったら全力でぶっ殺します。あのバカをアインズ様と戦わせるような真似をさせたやつなんか。確定ではないぞ。もしかすると先ほども言ったように、この辺りの住人の可能性だってないとは限らないからな。よし、ハムスケ。はいでござるよ。お前は足手まといだ。ここに隠れていろ。外部からの攻撃でここが破壊された場合は森の中に逃げ込め。後で連絡を送る。隠れるでござるか。了解したでござる。アウラ。はい。お前のスキルで強化を図れ。相手に効果を与えるものは避けてな。まだ確実な敵対行動を相手が取ってないのだから。かしこまりました。では私は目を飛ばすか。フローティングアイ。アウラ、相手の場所を教えよ。目を誘導する。はい。出口から一直線に進むと大きな木があると思うんですが、その右2本目の木です。うん、こいつは森精霊ドライヤード。この辺りの住人かな。アウラ、敵ではなさそうだ。ああ、そうでしたか。さて、アインズ様、お出になられるのですか？問題なかろう。では私もお供します。それがしはどうすればよいのでござるか？お前はそのままここで待機しておけ。さてさて、どうするか。普通に話しかけてみてはどうでしょうか。捕まえたりすれば敵対されてしまうかもしれませんし。そうだな、それが一番だな。声をかけて逃げられたらそれはそれでよしとしよう。重要なのは私たちは友好的に行動していますよとアピールすることなのだから。はい、アインズ様。ああ、うん。そこのドライヤード君、私は君の敵ではない。旅の者でここを野営地として使用させてほしいのだ。こちらに敵意はないということを知ってくれれば問題ない。もちろんこちらとしては残念だが、そちらがここから出ていけというのであればすぐに立ち去ろう。え、そうなんですかアインズ様。アウラよ、ナザリックに侵入した者がいたらお前はどうする？それと同じだ。たとえ知らなかったとはいえ、我々が迷惑をかけているというのであれば頭を下げて離れるべきだろう。そして謝罪を求めるというのであれば頭を下げることぐらい問題ではない。どうだろう、私たちがここで野営をすることを許してもらえるだろうか。あなたはダークエルフで、そちらの鎧の人は人間？一体それがどうしたのかね。別の種族であったら野営させられない理由でもあるのかね。いや、そういうわけじゃないけどさ。それより姿を見せてくれないか。ま、姿は飛ばした目で見えているけど、面と向かって話をすることが大事だからな。あのさ、前に来た人たちがまた来たのかなって思ってさ、その人たちとは約束をしていてね。前に来た？ローファンという男をリーダーに据えた者たちのことか。ローファン？冒険者組合での話の連中とは違ったか。それはいつ頃の話なのかな。数十年前なら彼らのはずだが。数十年前、それって太陽が何回昇った頃？ああ、そうか。そういう時間の概念の種族なんだ、ドライヤードは。私が約束したのは、たくさん太陽昇った頃に来た人。若い人間が3人、大きい人が1人、年寄りの人間が1人、羽の生えた人が1人、ドワーフが1人、全部で7人の人たちさ。ローファンたちは全員で5人組だったらしいし、そして彼らはミスリル級の冒険者チームを同行させた。確実に彼らではないな。だいたい羽の生えた人など話に聞いたチームの中どころかこの辺にいないぞ。なんだそりゃ。すまないな、その7人組のことは知らないのだが、どんな約束をしたのかな。そうだな、まあいいか。世界を滅ぼせる魔獣を倒してくれるという約束をしてくれたんだよ。魔獣？魔の木、イビルツリーのことか。その名前の漢字としては植物系のモンスターのように思えるが。ああ、そうそう、そうらしいね。歪んだトレントとか聞いたことがあるね。昔、私がまだ生まれてなかった、ずっと大昔、突然空を切り裂いて幾多の化け物が大地に降り立ったことがあったんだってさ。そんな化け物たちはドラゴンの王様たちと互角の、世界すら滅ぼせるだけの力を誇っていたらしいんだけど、結局は全て退治されたらしいんだ。ただし実際は傷を負って深い眠り、もしくは封印されたらしいけどね。そんな奴の一体がこの森の中にいるんだよ。しかも時折まるで枝分かれでもするかのように一部が目覚めて暴れるんだ。でそいつが前に暴れた時はその7人組がバシッとやっつけてくれたわけさ。魔獣、7人組のリーダーが名前をつけていたけど、何だったっけな。木のモンスター、世界を滅ぼす力を持つらしいぞ、アウラ。強敵ですかね。わからん。だが警戒はしておいた方がいいな。そうそう、ザイトルクワエ、ザイクロなんちゃらの一種。ザイトルクワエ？知らないな。英語でもなさそうだし、神話からの借用でもない。プレイヤーの可能性は低そうだな。あとは遭遇したくはないが、実物を見ないと確証は得られないか。いずれ本当に本体が目覚める時が来るだろうから、その時はもう一度ここに来て倒してやるって約束してくれたんだよ。約束してくれたんだけどね。なるほど。つまりはそのマジ本体の目覚めが近いんだな。そうなんだよ。よくわかったね君。本体が目覚めるために周りの木々の命を吸い上げているんだ。枯れていく植物たちの悲鳴が聞こえるんだよ。アウラ、先ほど森に木々の枯れ切った場所があると言っていたが。はい。ああ、そういうことですか。そういうことなんだろうな。なんだい何か知っているのかい。彼ら7人組の場所とか知っていると最高なんだけど。その7人組の居場所は知らないが、マジザイトルクアへの復活は近いのか。あ、うん。蘇るのも時間の問題だろうね。次の太陽が昇った時か、その次か、はたまたもっと遅いのかもしれない。でももう少しで完全な状態で蘇るよ。そうか。どうされますか。言っちゃいけないんだ。もも、でもなくて、ご主人様。個人的にはその化け物が暴れ出した場合、誰が倒しに来るのか、それを確認するという意味でもこの話は興味深いのだが、家に近いとも言ってよい。この場所でモンスターに暴れられると困るな。極秘裏に私たちが倒せる敵であるのならば倒すとしよう。倒すって君たちがかい。相手は世界を滅ぼし尽くすことのできる魔女だよ。前に来てくれた7人組だってその一部とでも苦戦したんだからね。ではどうするんだ。強いドラゴンが来てくれることを祈るしかないんじゃないかな。その強いドラゴンとやらが来なかったら。諦めるしかないのかな。自分の本体の木からは長期間離れることもできないしね。ならば私たちに任せるのも悪くないだろう。まあ確かにね。君たちもそこそこ腕は立ちそうだし、場合によっては7人組を探しに行ってもらうのも悪くないからね。了解した。ただし条件があるんだ。条件？ああ。だがその前に3つほど質問させてもらおう。先ほどの話ではお前は本体の木から長期間離れられないと言っていたが、例えばその木を動かした場合、お前もそこに移住するということで良いのか。あ？変わったことを聞く人間だな。まあそうだね。そうなるね。なるほど。では次の質問だ。この辺りにはお前と同じ種族の者はいるのか。ああ、いないね。私しか。もしかしたらずっと時間が経ったら生まれるかもしれないけどね。なるほど。では3つ目、最後の質問だ。私の部下にならないか。はあ？様、どうしてこんなのよろしいのですか。ナザリ、あそこに移動させても。こんなのはひどいな。君の近親種族とは仲良くやっていた頃もあったのに、この頃会わなくなっちゃったけどさ。アウラ、部下にすることに損はないが、逆にそうしない場合は損をする可能性があると判断したんだ。それに以前の仲間たちもこの決定にさほど文句を言わないだろうからな。私に異存はありません。全てお心のままに従います。いや、アウラ、異論や反論があるなら聞かせてくれ。もしこのドライヤードが部下になった場合、お前たちの階層に一時的に置くつもりだからな。何か問題はないか。いや、部下になるって決めたわけでもないし。そうですね。いえ、何も問題はないと思います。そうか。さてドライヤード君、心は決まったか。部下になるのであればここから本体の木もろとも引っ越しさせるつもりだから、最悪の場合でも避難はできるぞ。いや、ほらいきなり部下って言われてもな。なーに、そんなに難しいことをしてもらう気はない。ただ私の住居の一角で畑でも作ってくれると嬉しいんだ。それといろいろ話を聞ければね。脅すつもりはないが、部下にならないなら君の安全は保証しかねるな。魔女が暴れ出したら申し訳ないが、君は見捨てさせてもらう。十分脅してるじゃないか君。でもまあ魔女に君たちが勝てる可能性は低いから避難するという意味で、ここで枯れるのも嫌だし、やっぱり答えは一つしかないか。あ、それぐらいなら別にいいよ。でもちゃんと太陽の当たる場所で美味しい水が木にかかるところにしてね。あと寄生植物があるところとかはごめんだからね。よし、ならば契約は完了だ。お前の安全はこの私が保証しよう。それで明日そのマジのところまで案内してくれるか。できるのであれば倒して、無理であればお前を避難させた上でその7人組を探しに行くとしよう。あ、了解。それで私の契約者の君の名前は何と言うんだい？私はピニスン・ポール・ペルリア。私はナザリック地下大墳墓の支配者アインズ・ウルゴンだ。アインズ様、もし今あのドライヤードが部下になることを受け入れなければ殺したんですか？ただ安全を保証しないだけだ。より正確に言うなら、彼女の身は安全じゃなくなったかもしれないな。だが彼女は私の名乗るべき名を知ってしまった。ならば、わかるな。かしこまりました。アインズ様を裏切るような真似はさせません。もしそんな真似をしたら。ほら、ここだよ。アウラ、どうだ？はい、間違いありません。ここです。確かにここから先木が枯れきっているな。無駄な仕事は一つ増えるが、目的の仕事は失敗に終わるか。あ、そういえば聞いてなかったね。君は何をしにここまで来たんだい？あんたさ、アインズ様にその口の利き方。構わん。ここへはどんな病も癒すと言われる薬草を探しに来たのだよ。薬草ね。でもそれってきっと難しいんじゃないかな。どうした？何か心当たりでもあるのか？いや、だって君が探しているのは。ああ、想像がついた。つまり薬草はマジのどこかにあるということなんだな。うん、そう。ああ、討伐決定ですかね、アインズ様。嫌な予想は大概当たるな。それでマジはどこにいる？すべて枯れた木のようにしか見えないんだが。この枯れた場所の中央だよ。それがしには何もいないようにしか見えないでござるが。ですね。私の感知にも引っかかりません。ならば次の策といこう。アウラ、お前の特殊能力にターゲッティングできるものがあったな。はい、射撃のために使うあれですね。あれを範囲全体に発動させた場合どうなる？あれは敵の注意も集めますので、範囲内の敵全員のヘイトを買うことになるとは思いますが、もし敵が隠れているなら何か反応があるかもしれません。ちょっと待ってよ。それってもしかしてマジを強制的に目覚めさせる可能性もあるんじゃないかい？まあそのつもりだったんだけど、世界を滅ぼす存在か。情報もないうちに手を出すのは。確かにそうだな。今回はどこにいるのか、そして薬草を手に入れることを最優先として。嫌な予想は大概当たるな。計画は変更とする。うわ、あれは大きいですね。ああ、ガルガンチュアよりもでかいな。本体が蘇っちゃったよ。あんなのなんてでかいでござるな。高さおよそ100メートルの巨木か。その巨体に見合った枝の触手。ほう、長さは300メートルを軽く超えるといったところか。それが6本。何、冷静に分析してるのさ。似てはいるが、ユグドラシルでは見たことがないな。ザイトル・クワエナ。油断はできないな。あっ、あいつ周りの枯れ木を引っこ抜いて口に持ってく。木を食べる、つまりは草食。そんなはずはないだろうな。もしそうなら鋭い牙なんて必要ないだろうから。あ、アインズ様、ありました、薬草。あそこです。あいつの頭頂部分のボコボコしたあたりです。あのイボの部分にこびりつくようにある緑色の苔みたいなのが求めていた薬草か。正直言ってなんだかなという気分だな。あのさ、そんなこと言ってる場合じゃないよ君たち。すぐにここから離れよう。あれほどすごいなんてこれっぽっちも思ってなかったよ。もう私たちのできることは何一つとしてないよ。さてアウラ、お前のスキルで大雑把な強さの判別はつかないか。あ、今探知中です。もうすぐ出ました。3つ色違いですので85から80レベルだと思われます。特化しているのは体力で測定外です。体力が測定外に特化？レイドボス化じゃあるまいし。しかしスキルが普通に使える以上算出されたレベルに間違いはないはず。とすると彼らを備えさせていたのが無駄に終わらずに済みそうだな。戦うんですか？ちょっと人の話を無視して何を君たちは話しているんだ。早く逃げないと厄介なことになるぞ。おい、そこの焚き火の材料、少し黙れ。ピニーさん、ペルリア殿なのでござるかな。とりあえずは殿の部下になったのでござろう。だったらあちらで一緒に静かにしているでござるよ。さ行くでござる。それから殿のことでアウラ殿を怒らせたら容赦なく殺される可能性があるでござる。絶対に失礼をしてはいけないでござるよ。はい。失礼しました、アインズ様。いや、構わん。ほう、奴はこっちに気づいたようだな。みたいですね。どうしましょう。私の魔獣たちで一気にやっちゃいますか？いや、これは良い実験になる。始めるとしようか。準備も終わっているだろうしな。メッセージ。アルベド。はい、アインズ様。お声届いております。各員揃ったか？皆すでに準備を整えております。あとはアインズ様のお声あらばいつでもどこにでも赴けます。ならばシャルティアにゲートを作らせろ。それを使いすぐに飛んでこい。それとニグレドにはそのままこちらを監視、パンドラズアクターには変身させて魔法的にナーベラルを監視させろ。それからシャルティアにワールドアイテムを使用した者たちの影を発見した場合は決して見逃すなと。かしこまりました。伝えておきます。シャルティア、コキュートス、マーレ、デミウルゴス、皆ご苦労。アインズ様がお呼びとあらば即座に。デミウルゴスの言う通りです。いくらでもご命令ください。全然苦労なんてないです。アインズ様のお言葉に従うのは嬉しいです。まったくでありんす、本当に。そうか、感謝するぞ。感謝なぞもったいない。そうです、アインズ様。アインズ様はどんどんご命令くださるだけでいいんです。感謝するぞなんて言ったらまたさっきの繰り返しか。だがこれだけは言っておかねばなるまい。デミウルゴス、たびたび呼び戻して手間をかけさせるな。私はアインズ様の忠実なるしもべ。ならば主人のお言葉こそ最優先すべきこと。アインズ様は迷惑などとお考えになられずご自由にお振る舞いください。あ、そういえばアインズ様よりご命令いただいた羊皮紙の件なのですが。ああ、一般的な羊皮紙では我々の巻物作成技術には耐えかね第1位階の魔法ですら封じられず燃えてしまう。それをどうにかする手段、魔獣などの毛皮のような代用品見つかったか？はい、その件でございますがいくつか手に入れましたので司書長に渡しております。今頃実験をしていると思いますのでこの件が片付いた頃にはご報告が上がってくるかと思われます。せっ界を滅ぼすと言われるマジが復活したんだよ。何をのんびり話してるんだよ。実際私は見ただけで分かったよ。あいつが伝説に語られるだけの存在だって。結構節穴でござるなあ。いやいや、何でもないでござる。それよりあの方々の態度は余裕だからでござろうな。あのね、ちょっと見るだけでわかるだろう。まずあの大きさの差。あいつがこっちに来たら簡単に踏みつぶされてしまうよ。というかあの2本足の虫みたいな人以外強そうな人がいないじゃないか。あのダークエルフは2人とも小さいし、それよりちょっと大きい女の子に尻尾の生えた人っぽいのほとんど武装もしてないし。知らないということは全くなんとも感想に困るものでござるな。え？それどういう意味さ？そうか、お前の持ってきた川の中に使えるものがあると最高だな。まさに私もそう思います。遅れて申し訳ありません、アインズ様。おう、アルベドか。いや問題ない。伝言を頼んだのは私だしな。さて皆が揃ったことだし、ミッションの説明に入ろう。あれが今回の目標、ザイトルクワエだ。推定のレベルは85レベル。体力は測定範囲を超えるらしい。守護者各員に命ずるのはたった一つ。あれを倒すことだ。アインズ様、ご質問が一つ。なんだ、コキュートス。はっ、あの相手ならここにいる者誰もが勝てると思われるのですが、守護者全員をお呼びになられた理由は何なのでしょうか。アインズ様、早い者勝ちということでしょうか。それは違う、シャルティア。それは騒がしい。黙れ。スキル発動、ジュデッカの凍結。にするでござるよ。皆様方が優しいというわけではないでござる。だって動きが止まっているじゃないか。今のはあの人の力でしょ。だから静かにするでござる。今度はお主が効率化されるでござるよ。わかったよ。アインズ様、あの騒がしいのはドライヤードでしょうか。あれはナザリックの新しいしもべだ。とりあえずは無視しておけ。それで話を戻すぞ。今回ここへ皆を呼び出した理由だ。お前たちのチームとしての戦闘能力を確かめたい。チームですか。その通りだ、マーレ。なるほど、アインズ様のお心理解できました。そうか。では私は後ろで見ている。あとは頼んだぞ。それと全員の力を見たいから、あまり全力の装備で戦ったりするの。特にマーレ、広範囲攻撃は避けろよ。それとアウレ、薬草の件皆に説明しておいてくれ。はい、かしこまりました。さて、今後ユグドラシルのプレイヤーパーティーと遭遇した際の練習はしておくべきだろうしな。ちゃんとうまく戦えることを期待しているぞ。ではこちらはこちらで、周囲に我らの様子を伺っている者がいないか、アンデッドを召喚して捜索を始めるとしよう。まずはセンサーブースト。おや、時間対策を施されていない完全な雑魚だと思いましたが、何らかの手段でジュデッカの凍結を解除したようですね。少しばかり見誤っていました。速度も上がったようだな。仕方ない、一番よりいただく。コキュートス、ずるい。待ちなさいよシャルティア、私も。3人とも待ちなさい。何を彼らは早まった真似を。あら、攻撃してくるみたいでありんすね。触手による叩き下ろしか。だがあまり大した攻撃ではなさそうだな。仕方がないでありんしょう。でも油断すぎるのも失敗につながりんす。一応スキルを使用した方がいいでありん。はいはい、ご苦労様でありんす。スキル発動、血の武装。この程度の攻撃なら弾くのはたやすいでありんすよ。あれ今さ、あの金髪の子、職長殴って弾き返した？申し訳ないでござるが、見てなかったでござる。何かあったのでござるか？いや、なんでもないよ。距離があるから見間違えただけだよ。そうだよ。うん、あんな小さな子が殴ってあの職長を弾き返せるわけがないものね。うん、大地に激突して弾き返ったように見えただけさ。そう納得したのであるならそれで構わないでござるが、あの方であれば殴って弾き返してもおかしくないと思うのでござるがな。では行きんしょうか。では行くとしよう。ああ、ちょっと二人ともなんで近づくのよ。レインアロー天下の一射影の犬矢を使ったから早く逃げ。なんでこのタイミングでスキルなんか使うのよ、アウラのやつ。広角走行の一部が削られた。まずいな、防御力が低下した。私はコキュートスがいなければ無情衝撃順で弾いたでありんす。それはすまない。アウラの影縫いの矢の影響で動きが止まったようだな。では下半身ぐらい切り飛ばすとしよう。スキル発動、アチャラナだ。あの光の矢の雨は綺麗だったね。さすがはダークエルフだ。驚いてないようでござるな。うん、あれぐらいならね。でも教えた方がいいのかな。植物系のモンスターって意外に矢には耐性を持つやつが多いんだ。だからあんまりダメージがないはずだよ。その割にはあのモンスター悲鳴を上げているようでござるが。うん、きっと足元に打ち込まれて驚いているんだと思うよ。その証拠に動きが止まっているじゃないか。そうでござるかな。傷を受けたものの苦痛の悲鳴に聞こえたでござるが、痛みで動きが止まっているのでは？いやー、植物系のモンスターって痛みにも強いんだ。だから違うと思うね。あ？まずいわね。シャルティアにコキュートス、アウラもアインズ様の真意がつかめていない。体力は測定範囲外とのことですので、そう簡単に死んだりはしないと思うのですが、まあある程度の体力を削るまで多めに見られては。デミウルゴス、アインズ様の言を思い返し、その言葉もう一度言ってみなさい。失礼いたしました。アインズ様はチームで戦われることをお望みでした。そうにもかかわらず個人の力で押しているあの者たちはアインズ様の言葉を軽んじているとみなして間違いはないわ。真意がつかめずに行動しているだけなんですから罰までは与えないけど、そろそろ不快ね。マーレ、はい。シャルティア、コキュートスを中心に攻撃魔法を、ザイトルクワイにはダメージを与えないように。いいんですか？あの二人にかけても構わないわ。一旦呼び戻すべきでしょうから。アルベド、まずい。コキュートスが妙王劇の準備に。あれは不動明王劇。マーレ、私をあの場まで飛ばして急いで。はい、ウッドランドストライド。三毒を切り払え、クリカラケン。コキュートス、このバカ、ウォールズ・オブ・ジェリコ、そしてイージス。アルベド、大丈夫でありんすか？左手が潰れているでありんす。コキュートス、アインズ様のお言葉を思い出し、不動明王劇発動の是非を答えなさい。今の一撃ならばあやつは死なないと。死んだらどうするつもり？これが私たちのチームとしての戦いだとアインズ様にご報告するつもりなの？3人で突進してこの愚か者、アインズ様のお言葉を思い出しなさい。まあシャルティアは戦闘自体はしていないようだし、アウラは足止めを行ったと言えるでしょう。でもコキュートス、あなたは別よ。すまない。アーインズ様のご意志に背いた罰は謝罪などでは許せないけど、ひとまず下がるわ。コキュートス、肩に乗せなさい。私はその間治癒しているわ。いやー、なんかすごい攻撃っぽかったけど、なんであの女性はザイトルクアイを守ったんだよ。さて、ここからでは何を話されているからさっぱりわからんでござるからな。というか、なんかあの攻撃ならそこそこダメージが与えられたっぽかったのに、何を彼らは考えているんだか。ああ、もう、相手は世界を滅ぼし得る存在なんだよ。ちゃんと協力して戦ってよ。それでアインズ様は何をお望みになられているのだ。個々の力をデモンストレーションせよという意味ではないのか。違うわ、コキュートス。あなたの考え方は完全に間違っている。ダメージをたくさん与えたものがアインズ様に一番褒められると思ったのに、そうではないのでありんすか？アインズ様に一番褒められる、褒められる。素晴らしいわ、素晴らしい。私がアルベド様の一番、うん、ああ守護者統括殿はお疲れのようなので、私が代理として話させていただきます。皆、異論はありませんね。ええ、ないわ。はい、よろしい。ではコキュートス、全員で協力して戦うことをアインズ様はお望みです。おそらく今後守護者個人では勝てない相手と遭遇した時のことを前提にしておられると思います。私たち守護者が勝てない相手、そんなやついるの？そうだったか。愚かであった。アウラ、いるのかもしれないぞ。至高の御方々に創造された私たちが、それはお姉ちゃん、落ち着いてね。私の失態のせいでありんすね。別にシャルティアが悪いわけではない。アインズ様は複数対複数の戦闘をお考えになられているのではなかろうか。そればかりではありませんよ。アウラ、あなたが持つその巻物、それは決して奪われてはいけないアイテムです。そういったアイテムを持つ以上、今後協力して任務に当たる必要があるかもしれません。強敵と遭遇することを前提に、より安全性を求めるためにも。なるほど、そういうこと。その際の練習ってわけでいいんですよね、デミウルゴさん。その通りですよ、マーレ。ではこれからどうするのでありんすか？役割分担して戦いましょう。そろそろ妄想から戻ってきてください、アルベド。アインズ様、アインズ様、アインズ様の一番、アインズ様。仕方ありません。ここは一発。ん？何？デミウルゴス。いいえ、なんて硬いんだこの腹筋だなんて考えてもいませんよ。それより皆に説明は終わりました。そうでは各員行動を開始しましょう。盾の役目は私が、攻撃はコキュートス、シャルティア、アウラは敵の注意を引きつけて、デミウルゴスは遊撃ね。マーレは後方支援を主にお願い。あのさ、アルベド、もしあれだったら全て隔離空間に飲み込んじゃおうか。ワールドアイテムの使用は許可しないわ、アウラ。あれを使用して良いのは相手が同等なアイテムを持ち出した時だけよ。そういえばシャルティアはワールドアイテムを持っているのかしら。持っていいんすよ、アインズ様が第8階層から持ってこられんした。あら、彼女のワールドアイテムね。ならば問題ないでしょう。さあ皆、行動を開始しましょう。しかし難しいな。反撃で切り飛ばしても良いのだろうか。砲撃を担当と言わすことになっているのでありんすから、やめた方が正解でありんしょう。霊気のオーラや霊気のブレス、攻撃に属性を乗せるスキルを使うこともか。攻撃系のスキルまで使うなと言わす意味じゃありんせんと思うけど。どのような攻撃まで許可されているのかがわからん。それは私たちの対応をアインズ様がご覧になられてありんす以上、必死に考えておいた方がいい部分へ。剣は考えず、ただ主人の意のままに振られ切り裂くもの。それはまずいでありんす、オキュートス。至高の御方々がそうせよとおっしゃっていたのならまだしも、そうでないなら自分の頭でしっかりと考えないと大きな失敗をすることになりんすよ。多分考えなしに行動した結果がアインズ様にご迷惑をかけた私なんでありんしょうから。自信がないな。極力努力しよう。動き出したわ。しかし愚か、ギガの力量差も見極められないとは、植物系モンスターとは知性もないのか。そんなことはないです。頭のいいモンスターだっています。確かにマーレたちの守護階層第6階層にいたな。すまない、謝罪しよう。いいんです。そんな謝る必要なんかないです。いや、暴言を吐いたのは私の方だ。謝罪を受け入れてほしい。2人ともこれから戦闘開始なのよ。確かに私たちからすれば弱いモンスターなのかもしれない。でも後ろを見なさい。アインズ様がご覧になられているのよ。私たちが協力して戦う姿を。それなのに緩んだ態度をお見せになって恥ずかしいとは思わない？そうでありんす。申し訳ないでありんすが、私の失態のせいでもしかすると守護者各員の評価が下がっている可能性さえありんすから。シャルディア、その辺の話はよそうよ。アインズ様があれは自分が悪かったっておっしゃられたんだよ。だったらそれに従うのが忠誠でしょ。大体アインズ様のご親切を無駄にする気？いや、そんなことはないでありんすが、それでも。アウラ、何をぐちぐちと情けない。せっかくだからもう一発、私がそのお尻に元気注入してあげようか。主も私と同じ立場になりんしたら理解できるわ。至高の本方に刃を向けたなど、しかも記憶すりんせんと言わすのが許せんす。だからって下を向いててもしょうがないでしょ、こんな男胸。あの木の敵がどうかしたの？身体的特徴をあげつらってはいけませんって至高の御方に言われたことはないの。あの男胸ってどういう意味なんですか？うん、男みたいな胸という意味だろうね。何言ってんの？あんただって私のことチビって言うじゃん。チビは相性よ。ならペタだって愛称じゃん。どこがよ。愛称って親しみを込めて呼ぶ時のものでしょ。チビがそうならない胸だってそうでしょうが。へえ、チビってお姉ちゃんへの愛称なんだ。愛称なんだな。愛称だろうね。あの二人の仲の良さからして。それぐらいにしなさい、小娘ども。アインズ様がご承覧くださっているのよ。これ以上ふざけたことをしていると潰すぞ。はい。アルベド、もう少し言葉を言っても無駄ですか。そしてアウラ、ご友人を心配するのは素晴らしいことですが、その話は後で。ご友人なんかじゃ。デミウルゴ、そろそろ来ましたね。じゃあやりましょうか。スキル発動、パリ。ああ、あの女性確実に死んだよ。あんなちっぽけな斧一本でなんで逃げないんだよ。なんで周りも止めないんだよ。あの人が死んだとは思えないでござる。いや、ほら死んでるでしょ。どう見てん。あれで1回の攻撃とみなされるんだ。アルベド、無事なようだな。では行くぞ、シャルディア。了解。まずは薬草を手に入れるとしんしょ。おっ支援をということなら私がやらせていただきましょう。邪魔な触手の一本は私が。スキル発動、悪魔の初層、ゴーマの巨腕。はっやはり単純な肉体能力ではスキルを使っても負けますか。アウラ、マーレ、支援をお願いしても。肉体強化系のスキル、デミウルゴス耐性つけてそうだし、じゃあこっちで。あ、はい、わかりました。パワーオブガイア。じゃあ私はブドウ爆破。触手との力比べといこっか。何あれ、なんであれだけの巨体相手に拮抗しているの。枝の中身空っぽなの。いやー、それは違うと思うでござるよ。私は精霊だから寝たりはしないんだけど、これが夢ってやつなんだろ。こんなのありえないものな。こうなってほしいっていう願望を何かの特殊能力で見せられてるだけだよな。いや、現実でござるよ。だってありえないじゃないか。常識で考えたらありえないだろ君。あれは世界を滅ぼせると言われるモンスターだよ。なんで女の子が綱引きしてるんだよ。つまりあの方々はあいつより強いということでござるよ。いや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 、それはありえない。どこをあの二人は走ってるんだよ。触手の上でござるな。確かにあれは速いでござるよ。常識考えて走れよ。シャルティア、どうする。アウラたちが触手を3本見逃したってことは、私たちの好きなようにやれって意味だと思いんす。まこっちもそれを期待して手を抜いて走ってアリンすんでアリンすから。やはりそうか。では私も武器を抜くとしよう。来るぞ。うまいところだばーん。あと2本まだ終わらんぞ。レイザーエッジ、羅刹。待ってくんなまし。複数を標的にするスキルを使うのは私にもやらせてくんなまし。これはすまん。なんで謝るでありんすか。もうスキルは発動してしまったからな。風山マカブル、スマイトフロストバーン。ああ、触手が2本とも。私の役目が。すまん。アインズ様のお役に立てるいいチャンスだと思ったんでありんす。それはしかし私も先ほどの失態を取り戻さなくてはならないしな。私などこれまでアインズ様に力を見ていただけるチャンスがなかったのだ。全員譲ってくれても罰が当たらないと思うがな。それはあなたがナザリックの防衛任務という大役についてありんすからでしょ。侵入者が来ることを願うのは至高の御方々に対して失礼だとは重々承知しているが、それでもお役に立ちたいと侵入者よ来いと願ってしまう。そんな思いを発散させるためにも悪いとは思うがしかしコキュートス、ここは私の番だって。シャルティア、すまな。バランスポジション。ああ、消えたと思ったらザイトルクワイのそばに現れたね、あの女性。さっき触手に潰されなかったんだ。あ、それで逆にあの大きな虫みたいな人がさっきまであの女性のいた場所に出ると。うん、非常に常識的だね。そろそろ慣れたでござるな。慣れたくなかったけどね。というかもう何でもありだよね。というか、なんであの虫の人あんな武器1本で触手を2本とも切り飛ばせるんだよ。昔ここに来たという7人組、あれぐらいのことをできなかったのでござるか。あれを倒したのでござろう。倒したのは一部だけだったし、彼らはあれほど強くなかったよ。もっと常識的な戦い方だったしね。常識的でござるか。確かにそれがしもかの方々の戦い方に慣れて麻痺しているかもしれないでござるな。それに殿はあの方々よりも強いでござるよ。それマジでござる。コキュートス一人で頑張りすぎだわ。ザイトルクワイの動きが何か打ち出そうとしている。種スキル発動、ミサイルパリカウンターアロー。全弾迎撃完了。あら、自分で打ち出した種でも当たると痛いよね。さて、こんなところかしら。デミウルゴス、アルベド、お呼びの理由は？シャルティアには奴の体力を削らせます。あなたは薬草を回収してきなさい。了解いたしました。では先行させていただきます。悪魔の初走、ハッシュの迅速。あの速さなら薬草の確保もすぐね。ではシャルティア、行きなさい。ありがとう、アルベド。アインズ様はチームとして戦えとおっしゃられたのですから、それに従うのが守護者の役目。個人の第一夫人に選ばれる争いよりも優先すべきでしょう。それでも感謝するわ、アルベド。じゃあ行くわ。ゴッツアイテム、スポイトランス。ずーっとすすり続けてあげる。スポイトランスとはいえ時間がかかりそうね。でもアインズ様が監視者を捜索し終えるまでの時間稼ぎには十分。では最後のとどめは本当に私で良いのか？アインズ様の戦闘を拝見できるのであれば、私どもにこれ以上の喜びはございません。期待されてるようだから少しは受けを狙わないとな。巨大な釣り、ユグドラシル時代の爆笑ネタか。周りの警戒も十分に終了した。ニグレドの報告でも問題なし。では鎧を脱いで始めるとしよう。はあ、鎧の中は人間じゃなかったんだ。そうか、すごいね。完全に慣れたみたいでござるな。それなら殿のお住まいでも元気にやっていけるでござる。あれぐらいの強さのモンスターなら結構いるみたいでござるよ。あれぐらいなら結構いるだって。おや、やっぱりまだ慣れていなかったようでござるな。世界の全てが動きを止める。エクステンドマジック、タイムストップ。さて、お前たちはクリスマスツリーを知っているか？はい、実物を見たことはございませんが、言葉だけは。時間停止の魔法発動中にも直接ダメージを与えたりはしない一部の魔法を発動させることは可能だ。トリプレットマジック、そしてドリフティングマスターマイン。時間停止した巨木の周りにまた魔法ですか？まあ見ていろ。さあ、時間停止が解除される。そこへさらにエクステンドマジック、タイムストップ。おお、魔法発動の瞬間に時間停止。発動した魔法がまるで星のように輝いたまま時を止め。恐れ入りました、アインズ様。これはなんと美しい。照れるじゃないか。仲間内ではクリスマスツリーならぬ聖なる夜をゲームで明かすモテない男同盟を苦しみますツリーと呼ばれてたんだから。あれこそクリスマスツリーだ。意外に似ているとは思わないか？まさにおっしゃる通りです。お見事です、アインズ様。いや、まだ足りないものがあったな。ツリーのてっぺんには星だ。しかし星か。ではこうしようか。ディレイマジック、メテオフォール。はあ、ツリーのてっぺんにお星様だ。準備は整った。では時が動き出す瞬間を待とうか。クリスマスツリーでありんすか？さすがはアインズ様。魔法のタイミングを見極めねば不可能な行為。お見事です。綺麗だなあ。これがアインシュ様と二人きりなら。夜であれば意外に生えたかもしれなかったな。一体あれはどうやったんでござるかな。何か考え事でござるか。ハムスケさん、私はちっぽけな世界しか知らなかったんですね。うん、私の目は今日見開かれました。世界を滅ぼせる化け物なんてその辺にいるんです。石を投げれば当たるのです。そう考えれば別に驚くことなんかないですよ。うん、この変化は良いことなのでござるかな。口の中のお主はどう思うでござるか。お、知性を持つ者は日々変化していくとはかっこいいことを言うでござるな。さて、お前たちの働きを後ろから見せてもらった。満足するに足る働きだったぞ。ありがとうございます。多少見苦しいところをお見せしてしまいましたが、次回はより完璧な姿をご覧いただければと思っております。うむ、その時を楽しみにするとしよう。ではデミウルゴス。はい、アインズ様、これが薬草になります。よろしい。これで組合からの依頼は達成だな。さて、私の立場はいかほどになるかな。おお、モモン君、やはり冒険者チームを構成して向かうおつもりになったのかな。ん？ああ、そうか。まだ出発もしてないと思われてるんだ。いや、アインザック組合長、そうではない。実はこちらでも優秀な冒険者チームを選抜していたのですよ。あと、もちろんモモン君が無理だと思っていたのではなく、援助が必要となった際すぐに支援できるようにというつもりでした。あ、それと当然ですが、この冒険者チームに関しての報酬は組合の方から出ますので、モモン君は気にしないでいや気にしないでほしい。それでだが、ああ、いや、ちょっと待っていただきたいのです、組合長。どうされました、モモン君。実は薬草はすでに入手しております。いや、モモン君の桁外れの能力をもってしてもかなりの苦難が予測されますので、今回は3チームほど選抜させていただきました。ミスリル、プラチナとなって。今何と言われました？ですから、すでに薬草は手に入れております。え、まだ3日しか。採取で1日、往復で2日だというのですか？ああ、そうなりますね。では依頼の品のご確認を。いや3日ですよ。直線距離だけでもおそらくは片道で3日はかかりますよ。まあ急ぎましたから。急いだですか。ならまあそういうこともありますでしょうね。はい。さすがはモモンさん。いや、モモン君最高位冒険者の印たるアダマンタイトを身にまとうにふさわしいお力ですよ、本当に。私はナーベの方の仕事に戻りますので、報酬は後でまとめて支払ってもらえれば問題ありません。ご苦労様。では失礼。こんなの絶対おかしいだろ。おかしいだろうとか言われてもな。結局ナーベラルにもこちらにもどちらの餌にも食いついてこなかったが、シャルティアを精神支配した相手、次はもう少し別の餌をまく必要があるな。